はい、トメタです。今回はこちらもパワーブレース補強ですね。シートレールプラスというシートレールの、 あの付け根のところのフロアのところにつけて強化するパーツです。で、フルバケをあの両脚入れたっていうことで、後ろが今結構そのままボルトとか見えてるんで、そこにそのまま直接とも締めしてつけていくだけです。ちょっとそれだけの動画なんですけど、はい、よいしょ。もう普通にここを外していって、純正の型だとあのここカバーとかついてるんで、まあカバーも別にあの外すだけなんで全然問題ないとは思うんですけど、まあこういう格好が気になる嫌な人はねつけれないと思うんですけど、これどっち向きにつけんだろう。こういうこと？あ、こうだね。こうだね、多分。こうっぽいね。うん。ちょっとどうしよう。シートはこのままつけちゃおう。シートじゃない。フロアマットね。ネジもう一個どこやったっけ？え？あれ？え？あれ？あれ？どこやったっけな？あ、なんだよ。ついてちゃう、先っちょに。よし。あ、やべ、うわぁ。RMS つけたばっかりなのに、ぶつけてもうた。これでここに4点ハーネスの腰ベルトがかけられるっていうね。向こう側もやりましょうか。はい、次運転席側なんですけど、こういう感じでね、今ジュランのフックをこうやって使って4点ハーネスを腰のベルトを止めてるんですけど、それが必要なくなるっていう感じですね、こっち側は。はい、よいしょ。まずベルトを取って
よいしょ。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 よし、取れた。ああ。行くと、よいしょ。めっちゃ硬かったわ。やっぱレールがよじれてる。なんなん？なん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 。よいしょ。よし。オッケー。そうすることによってこいつをカチャーン。めちゃ便利だね、これ。はい、ちょっと。こういう感じで。すごい。ディディディーン。
こういう感じです。こういう感じで、まあ普段は使わないんでこうやってやってね、やってるんですけど、はい、っていう感じで今回は取り付けの動画なんで以上です。はい。